こんにちは、ポコチンです。今日はですね、ほんとしょうもねえ雑談なんで、なんかマジックのノウハウを知りたい方とかね、全然見なくて大丈夫です。皆さん、手品おじさんってご存知ですか？もう6年ぐらい前からかな、 YouTube 始まった時から活動されてる方でね、長いことやっていて、まあ、登録者以上にね、知名度はあるかなと個人的には思うんですけれども、まあ、僕の動画見てくれてる方もね、一応なんか聞いたことあるとかね、一応知ってる方がね、まあ、多いんじゃないかなと僕はね、思っているわけなんですけれども、まあ、いろんな動画を出されてて、まあね、まず言っとくのは、まあ、紹介っていうかね、まあ、この人のある動画をまあ数日前に見たときに、その、僕マジシャンが出してる動画で爆笑するなんてことを、まあ基本的にはないんですけれども、ちょっと大爆笑しちゃってですね、いや面白いなこの人って、まあ思うようになったんですよ、そっから急にね。でもしかしたら今から話す話でね、まあ本人見てるかわからないんですけれども、なんかバカにされたみたいな感じでね、もうもしかしたら思っちゃうかもしれないですけど、まあ本当にそういう意味合いではなくて、単純にこの人はなんか面白いな、手品おじさんめっちゃ面白いなって急にね、思ったんで、まあなんかね、まあお気をね、誤解招くような表現になるかもしれないですけどね、まあ誤解しないでいただければなと思います。まあファンの方もね、まあ、いらっしゃると思いますので、ね、マジック以外にもね、この人はなんかライフハック的なものも出してて、で、その動画がね、ほんと数日前ね、100均の S 字フック活用術を考えていたら、天才的な、漢字が読めない、導きをしてしまいました。S 字フックアイデアみたいな動画があって、まあ、基本的にね、まあ、ざーっとね、いろんなマジシャン YouTuber のチェックするんですけれども、まあ、手品おじさんあんま見てなかったんですけど、サムネがね、なんかすげえ気になってて、サムネが強烈だったんですよ。こういうショルダーに、この辺にね、S 字フックがついている、なんか、天才的アイデアみたいな感じのサムネで、うお、何それと思って、まあ、何の動画か分かんないから、マジックで使うなんかさ、ホルダーを作ったのかなみたいな思ったんですね。まあ普段動画見ないからね、どういうスタイルか分かんないんですけども。で、気になってクリックしたら、めちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか紐に、まあこれ紐あるじゃん。なんか S 字フックを固定して、重い荷物が、まああった時に、まあいざという時にかけられるみたいなことなんですね。で、僕はね、ずっとね、まあ、そういうコントなのかなと思ったんですよ。でもなんかその、これいいっすよね、みたいな感じでね、やばいっすよね、これって言うんで、本当にと思って、本気で言ってんのかなと思って、まあ、最後なんかオチあるのかなと思ったら、まあオチとかもなかったんで、おーもん、めっちゃ面白かったんです、僕も。どういうこと？思ったんですけども、なんか、まあ、あえてね、なんか、突っ込むとかっていうのはないけどさ、なんか、普通に、これ常につけてないといざ重いものがあったら、こうかけられないし、なんかビニール袋をかけてらっしゃったんですね。じゃ、ずっとしてなきゃいけないじゃんってなるんだけど、でまずそれ以前にさ、普通のカバンにさ、まあ、S 字フックね、この人いないと思うんですけど、普通のカバンに S 字フックつけとけいいだけじゃんとかって思ったんですけれども、S 字フック単体のカバンを作って、これはいいっすよね、みたいな、なんか、絶賛、まあ、自画自賛で、まあね、変な意味に捉えてほしいんですけど、自画自賛ですね。すげえ自画自賛してたから、俺もう笑っちゃって、嘘だろうと思って、もうほんとね、ちょっとツボに入っちゃいました。まあなんか、そのと、まあ紹介みたいにね、まあなっちゃってんのか、まあね、どんな意味での紹介みたいに伝わってるかわからないですけれども、ちょっとね、ファンになりつつあるかもしれないですね。まあマジック動画はね、ごめんなさい、僕全然見てないんですけども、でね、コメント欄見たらね、最近活動してるね、ディレイのゆるい三号室さんっていうね、マジック系の、まあ YouTube、マジック系かわからんけど、マジックとかいろんな系の出している YouTuber さんがコメント欄でシンプルにお聞きしますが、あなたはその格好で外を歩けますかってこうつけたね。まあファッションのこと言ってるのかわかんないよ。でもこうつけてさ、こうフックでね、なんかあなんかさ、チャイナリングでもなんかね、使えるホルダー作ったのかなと思ったら、ビニール袋を下げるってね。で本人の中でもすげえアイディアをひらめいたみたいなね。まあ誰でも思いつきそうな気もするしね、思いついたとしても使わない、思いついたとしてもね、発表しないようなね、気もするんだけど、僕の中ではね、最近見た動画の中で、まあ、飛び抜けて
面白かったんで、まぁ、ちょっと今回ね、紹介とさせていただきました。消さないと思うんですけどね、一応概要欄に、その動画ね、一応貼っておきますのでね。まあちょっとね、やっぱ2倍速とか 1.5 倍速じゃないと、なんか作り方細かくやっててね、まあ、そこがな結構長かったんですけれども、まあ飛ばし飛ばしね、見てみると結構面白いんじゃないかなと思います。まあ今日グダグダね、雑談ということでしたけれども、最近見たね、面白動画の紹介でした。以上、ポコチン TV でした。